こんにちは、マルさんです。時々山中工場放送増刊の本を、まあ、何冊か紹介してるんですが、なんとなくこう気に入ってですね、本屋さんとかコンビニの雑誌コーナーで手に取ってつい買ってしまったという雑誌を紹介していきたいと思います。これはありますね、ワイヤードです。でもちょっと変ですよね。何か変だなって思いませんか。ワイヤード。これね、ビデオミラーしてるんじゃないんですよ。これちゃんとこれで合ってるの。ほら、こっちはこうでしょ。こうでしょ。文字が、鏡面じゃっていうか、反転してるの。うん。ワイヤードの、2019年ボリューム33。これはですね、タイトルが逆に読むんですが、ミラーワールドって書いてあります。ミラーワールドね、この東京タワーがですね2つあって、片方がちょっと光ってて片方が赤いです。ミラーワールドって何、書いてあります。デジタルツインズへようこそ。あ、これはハッシュタグになってますね。シャープデジタルツインズへようこそ。どんな内容なのかって見るとですね、ミラーワールド、目次を見るとですね、ミラーワールド、まず AR、アーティフィシャルリアリティ、違う、オーギュメンテッドリアリティ、間違えてどうする。オーギュメントリアリティが生み出す次の巨大プラットフォームということで、ミラーワールドってあります。まあ、言っちゃうとですね、デジタルでの世界にもう一つ現実があるというか、仮想空間ではなく拡張された空間世界として、現実世界と、まあ、平行宇宙違うな、ミラーワールドというコンセプトですね。ちょっと引用してみたいと思います。ミラーワールド、それはこの世界のデジタルツインであり、物理的なリアルワールドにピタリと重なるもう一つのレイヤーだ。レイヤーなんですよね。レイヤーっていうと、いわゆる、グラフィックソフト、フォトショップとかイラストレーターとか、まあ、そういったものがあるんですが、同じ画面にこう透明の層が、まあ、なんていうのかな、アニメーションでいうとセル画なんですけど、まあ、そういう重なり合った世界っていうのが、デジタルで作られるというコンセプトですね。ワイヤード結構しょっちゅう買ってるんですけど、なかなかこう時代先取りすぎちゃって、ふんふんなんていう、こうね、思いますけど、まあ言ってみれば、近い話で言うとポケモン GO なんて、ある意味ミラーワールド、デジタルツインズみたいなところがあるのかなって思います。現実にそこにいないんだけど、デジタルの世界では明らかにそこにいるっていう存在ですよね。もしかしたら将来的な自動運転の機械も、まあ、車もね、現実の空間を走っているというよりは、人工知能が現実の世界をこうスキャンをしてというのかな、してもう一つ全く同じデジタルの空間を作りながら、実はその中を走ってるつもりでいるみたいな、そんな世界が来るのかなというところもあります。まあ、でもこうなってくると、じゃあ人間のデジタルツインってどうなるのっていうね、今度は生きてるとか死んでるとか、例えばですけど、丸山さん死んじゃったけどまだFacebook でなんか書いてるよねとか、そんなこうデジタルの世界にもう一人の自分が存在しているようなことも、多分この後、まあ、アバターと書いてますね。デジタルツインアバター、そんな世界も、まあ、あり得るのかなっていう、まあ、そんなわけで、ワイヤード2019ボリューム33、ミラーワールドデジタルツインへようこそ。ちょっと興味深い世界です。これおすすめします。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。